皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、バイオレンスアクション。英語題、ザ・バイオレンスアクション。監督はルトー統一郎。脚本は、エライタルトルトー統一郎。主な出演は、橋本環奈、杉野陽介、鈴鹿央士、など。専門学校に通う菊野慶はキュートな印象とは裏腹に、殺し屋のアルバイトで指名ナンバーワンの実力を持つ凄腕だった。ある日、学校帰りのバスでビジネスマン風の青年と出会った彼女は、胸をときめかせながらアルバイト先へ向かう。というストーリー。同名漫画の映画化だが、とにかく色々とひどい打作。ザ・ファブルのような主人公のギャップを見せつつ、キックアスのヒットガールの日本版をやりたかったのだと想像する。でもビジュアルはコスプレ感が半端ないし、ストーリーも驚くほど薄っぺらい。編集のセンスが致命的で、特にアクションシーンのクオリティをごまかすための細かいカット割りは、何が起きているのかわからない。ということで、評価は。Thumbs down.